ちらの田中先生は字がうまいからね、はい、天地英雄の紀泉州の臨泉中のこれ田中先生と僕が当選して最初の一期生の時に1年生の時に会って2人とも若いですよね。若いね。そうね、50年前だ、50年以上前だ。でこれこの写真撮られた時においくつだったんですか？27歳。若いですよね、うん、政治の師匠、親分であり、また生みの親ではないけれども親だね。親父さんって言ってんだと。我々は昔はみんなボスを親父さんって言ってたんだ。日中関係は長い長い2000年の歴史を持った友好関係であります。しかし当時の日中両国はまだ戦争が終わったままの状況でした。そして田中先生が日中の国交回復をしようとそう決断をしたんですけれども、自民党の中では半分は絶対反対という立場の人たちでありました。その中を田中先生は何としてもこれは成し遂げなきゃいけないということで、多くの反対を押し切って日中国交回復を成し遂げました。私はその時の状況を今でも覚えておりますし、また田中先生が中国の首脳と会談した時に本当に率直に話し合いをしたということを帰ってきてから聞かされました。本当にあの時のことを思うと、田中先生の決断がなかったならばこの日中の国交回復はできなかったと、そう思っております。私が田中先生にお会いしたのは、自分が政治に選挙に出るという決断をした時です。当時田中先生はもう自民党の幹事長でしたから、まあ、共産党で言えば総書記書記長というような立場にありましたから、もう緊張してとてもおっかなかったです。ただとても優しく接してくれました。その後ずっと田中先生のもとで修行をしてきたんですけれども、今なお先生の思い出は時々夢にも出てきますし、いろいろな政治の出来事の折節に思い出しております。100周年だということをお聞きいたしまして、心からお祝いと、それから100年間の中国の政治を執り行ってきて今日の大きな発展を見たことについて、共産党皆さんに心から敬意と祝福をいたしたいと思います。ただ今日の状況の中で中国自身も大きな政治的にも経済的にも軍事的にも大きな国になったわけですので、それなりの自覚と責任を持って行動をしてもらわなければなりません。もちろん中国は以前から歴史の中で大きな存在でしたけれども、今日は多分その時以上に大きな力を持つに至ったと思います。このことは実った稲穂は頭を垂れるという、頭を垂れるということわざがあります。偉大な中国を成し遂げた共産党とその政府の皆さんですから、ここはおごらず本当にその力を中国人民のためはもちろんのことですけれども、近隣の国々の人のため、そしてまた世界の人々のために大きな
力を発揮してもらえればいいなと、そう思っております。心から祝福すると同時に、このことをどうぞ肝に銘じて今後の政治の運営をしていただきたい、そう思っております。